僕は井村さんが怖かった嫌いでしたなんでなんで21もともと職人で求人来てどこまで行っちゃっていいのかな、どこまで行っちゃっていいのか怒るのはいいんですけどみたいなじわじわと、あ、俺とはもう真逆だよ使えるかこれ。あ、でも使いましょう。でもその時に村さんにもちゃんと言いました。本当に嫌いでしたって言いました、ね、言った方がいいぞ。言うもんじゃあ言わんと、せっかくお前こんだけでいい仕事しようとって、これ俺サラリーマン病だと思うけど、うん、経営者ってやっぱこうやってやってくれる人が大事じゃん。あ、だけど会社員ってさ、あ、おはようございます。おはようございます。もうちょっと高額にして近づいて、近づく。俺マイクしてない。森さんが持っておる。バレたんじゃないの。いや、今なんか、あ、開いてないです。カメラもこっち向ける、ちゃんと。そうだろう。まだまだ修行が足りません。まだまだ修行が足り、修行まで来てない修行のとこまで来てないでしょ。どこまでまだまだ、なんでしょう、ひよこちゃん、ちょっと待って。はい、視聴者の皆さん、本日は水口もともと職人で求人来て、ちょっと現場管理とか営業やってみんかってなって営業と挑戦したんだね。そうです。で、ケツあって、うちの仕事はやらんって言ったんじゃないの。最初はなんかお願い、ちょっと応援か手伝いでやってもらったことあります。今で常駐の一人でやったの。今春日井店で常駐なんだ。常駐っていうか結構現場も何個かやってるはずです。なんで職人さんなんか、なんで結構いいのいっぱいおるじゃん、うちなんか。なんで入る枠あったんだ、ポンって。あ、俺があれか、一人こいつ綺麗ってあったね。あの時、あ、多分春日井店そうかもしれないです。ちょうど一人、まあ、綺麗とまでは言ってないけど、もうあいつダメだろうって言って仕事汚ねえでってなったやつだったよね。あれと、お疲れ様です。あれと、あれ、あれと、あ、いや、え、なんか神妙です。あ、なんか、あ、なんかちょっと雰囲気がどうしてましたか。なんか固まってないですか。お前安全帯使ってないけど、お前どうなっとんだ。お前これ決めたいかなんで。うん、決めたいかなんで。あ、ここだけ上は使っとんの。上は使っとんの。俺でこい。なんだお前その顔。お前元請けさんのお前何、はい、社長が来たら、はい、そんな顔すんか。いや、お前店長だけからごますんの。ほら全然ごませてないです。なんならごまわせてないです。お久しぶりです。おこれ、はい。元気します。何やめた、やめた理由だと。やめた理由、ロコルセ。いや違いますね。何、やっぱりちょっと管理向いてない、向いてなかったっす。あ、俺が怒るとかじゃない。あ、全然違います、全然違います。いや、なんかちょっとマジぶっちゃけの話とか、そう、営業がどうやって言っておくとか。えカメラ回ってない、ちょっと喋らんかい。いや、どこまで行っちゃっていいのかな。余裕、どこまで行っちゃっていいのかな。隠すことない、一生懸命やっとるのあ、今ちゃんと仕事しちゃう。そんな本社で居づらかった、居づらかった、まあまあ、居づらかった俺、別そうなの。居づらかった、居づらかった、俺が、いや、社長じゃな、井村さん。僕は井村さんが怖かった、嫌いでした。なんでなんで。めっちゃ嫌いでした。なんで。でも嫌いだったっていう話なんで。知りたい知りたい。逆に知りたい。なんでその理由はない。もうカメラの前に言える。あ、全然言います。あ、い、ま、井村さんがいいんだろう。僕的には全然どうでもいいです。
いや。細かい。なんかめちゃ震えちゃう。緊張もあるで。うん。怒るから。いや、怒るのはいいんですけど、なんか嫁しゅうとめみたいな感じわかります。嫁しゅう。で、あと。それは仕事だよ。なんか俺にとっては頼もしいだよな。僕、バチ切れられた方がいいんですけど、低温やけどみたいな。じわじわ。俺とはもう真逆だよ。真逆。違いますよね。ディレチェックしちゃうよな。めっちゃその、じわじわ来るのが。使えるか、これ。あ、でも。使いましょう。何で名前言ったの？それ、ショーには言ってやめたの？なんて言ってやめたの？お前は。そこはでも、いるときは、やめるときは言ってないです。管理がちょっと見てないです、ね。まあまあまあ、そんな感じで、やんわり。で、どういうことを注意されるんだ？だって、デレ面白かったから。めちゃくちゃ面白かったから。った俺のことじゃないし。全然。人の悪口、一緒に。全然。どんなことって、あんま覚えてないんですけども。うん、そのときはもうすごい嫌だったんですよね。何を？俺もでも、お前にたまにわば言ったろ。まあ、どうなっとんだ、お前。はい、しょうがもっとはやとか言って、はいはい、やりますよ、うん、なんなんですかね、なんか今パッと浮かばないですけど、めさいって言って、お前ここではしょうの悪口、他では俺の悪口タイプのやつじゃないの、お前。いや、社長がどうのこうのって本当になかったですね。調べるぞ。あ、全然全然半端ないだろ。全然いい、全然いい。でも確かに社長のことあまり私も耳に入って、それはあれじゃない、うちの仕事やりたいじゃん。あ、まあ、それも大丈夫かな。春日井の仕事だろ、はい、値段をどう、あと、まあ、ちょっと今日も問題になってたけど、そのなんか厳しいのはいいと思うな、値段が、はいはい、ただその合わんかったらいいじゃん、一生懸命やったらきちっと合う値段の方がいいじゃん。うん、だけど儲かってしょうがないの、単価なんか出しとるつもりもないし、あれだけど合ってないの線引きがよく、まあ、人によって多分違うんですよ、手の感が合わないとか。あ、いや、それは手抜きって、パッてさ、視聴者が聞いたらさ、一般の人が、はい、その手抜きってすごい幅があるから、そのまあ、いろんな会社があるじゃん、もう下塗りまでやらねえと、足もそうじゃん、こうやってさ、もう見ても分かるじゃん、半年生だろ、こんな足まで塗装、10人で終わらんだろうって、12人で終わらんだろうって、足は組んでるような会社があるじゃん、全然あります。だから そこまでの手抜きじゃなくて、まあ、ちょっとした散り際、はて入れねえとか。下塗りだったかな、いろいろあるじゃん。なるほど。だろう、下塗りも塗った、今、中塗り中ですかね。あ、でもこいつもしっかり塗っとるわ、これ下塗り見て。これ何これ。その、やっぱ、このメチが大変。メチが大変なんで、それだけ。俺も勝手に吹き付けしようか。いや、メチの。そうそう、いいよ。その、履けるオーラーで。考えとるやん。はい。めちゃくちゃ考えとるやん。これ見て。これ視聴者に自慢したよ。どうやってじゃあ少ない予算じゃなかったって手抜いたじゃん。こういうチリが、はい、スプレーで拭いて、スプレーってこんなおもちゃじゃないな。おもちゃじゃないです。ガンで拭いて、やって、はい、その段取り手間くるな。そうです。だけど、こういうとこちゃんと奥までしっかり入れなあかんから。ちなみにこの履けるオーラでやると埋まったり埋まらなくなる。ぐじぐじになるしな。っていうのが、みっともないんでと思って。お前すごいな。考えとる。おぉ。偉いわ。でこれじゃあ俺は何を感動したとこれ下塗り見て、薄くないですよね。俺がそのさっき一番最初に来るって言ったじゃん、春日井のアイドルじゃん、名前言っていいよ、ピーって言うて、あ、僕は見たことないですけど、今スケ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 までいかんけど、まあ、ギリギリだよね、まあ、上がってくる写真そんな感じですよね。そうですね、まあ、あんまり大げさに言っちゃうと、なんか視聴者の人がさ、メディカル道場でやってもらってっていう問題も起きたことあるいや、俺はさ、しっかりでも塗っとる。塗ってます。だけど、職人によって違うんかって、違う。現場の状況を見て、まあ、それまで選んでもいいかなって言うんだけど、ちょっとここまで選んでいいかなとかまでやっとるわけ。視聴者の人ね。だからそれ本当に俺、営業で怒られるから、あんまり。たまたま本当に抜き打ちできたよな。抜き打ちです。マジで抜き打ち。マジで震えてます。まあまあ強い。いや、そっちの方がいいやろ。全然いい。全然いい。全然いいです。大丈夫、全然違うから。大丈夫だよ。で、うちが材料ケチれてたもん、一回目。ないです、ないです。多分ないだろ。春日井ぐらいだろ。いや、春日井も。春日井もないか。さすがにないだろ。やっぱ最初入ってくるのはあれかもしれないですけど、うん、でも全然その頼むことに、あれはない。ないよな。全然ない。多分ないだろ、そんな。多分、まあ割と。下請けでずっとやったことあるの、一人分かる。あります、あります。でも下請けって多分、めっちゃギリギリの関数できますよね、普通の。
だからそんな追加っていうとあんまりいい顔されない、伸ばしてって言われますよ、ね、伸ばして、はい、僕でもあんま伸ばすの好きじゃないんで。お前結構やるね。いや、かわいかほめどんだ、あいつの前を。あ、そうなんですか。何でしょ、あいつ。まあ、そうですよね。じゃ結構お前何件もやってんの。はい。何件やってんの。月2ぐらいやってます。月2件ぐらいやってます。月2じゃ合わんだろう。いや、1件だとその、厳しいとかってあるんですけど。すいません、お探ししてもらって。すいません、お願いします。よりも、月のトータルで、考えてるんで、やっと全然全然ってわけじゃないですか、合ってます、ね。悪口じゃないけど、突っ込みどころもない。確かに。全然ってこともないけど、まあなんとか合ってます、ね。合ってます。まあしつこいってな。はい。昼もこんなの。あ、でも本当そうです。ちょうど昼時についてね、休憩も1時間取らず。あ、もう全然切りついたらみたいな感じでやってます。今日はご飯食べずやってましたね。マジで？気づいたら。あ、今までやったの？そうそうそう。あ、休憩なしで？ま、つなぎの兼ね合いがあるんで。これ視聴者聞いてよ、これ本当マジでこれ作り話じゃないわ。ちゃんとね、なんかマジでくれてます。終わったとか、ガタガタ言ってくるお客さんおるけど、で俺本当に昔よく言われたことある。会社がちっちゃい時に1万5000円でリンクでやってくれって、1万5000円でできないっすよ。1万5000円って僕が払っといてやるけど、1万5000円これ怖いよ、はい、職人10年20年リッチからやって6000円7000円からスタートしてとそうやからね、やっと自分に技術つけて、はい、10年10何年やっとんだよ。でこうやって休憩しずに一生懸命やって、まあ、1万5000円でペンキ塗れって言われたら怒られちゃう。怒られますね、本当ですね。じゃあそうだろ。じゃあ俺それ今の何回もあるんだ。1日ピッピッて塗るだけしょ、一人で、はい、誰でもできるように思いますもんね。そうそう、塗装って本当にびっくりするぐらい大変で持ってきたわけでしょ。あ、あ、やばい、じゃあ、88あ、こんな顔でかかったよ。こんな顔でかかったよ。こんなやつだ。クマムシみたいなやつ。え、いや、こんな顔してたの。そんな。そういうことで、体より頭の方でかかった。水口さんの顔と間違えたんですよ。出るでかかったよ。こっち向いて、ボーっと前が来たけど。あ、何、クマムシ、クマムシか。クマムシって顔ちっちゃいの。いや、でかいんじゃない。クマムシ大きいんですよね。顔が。顔はわかんないです。いや、でかいけど、なんか顔がめちゃくちゃでかかった。顔でかまちじゃん。顔でかまち。顔でかまち。なるほど。本当にそう思います。じゃマジで俺もう2回当時も本当ペンキ塗った方がいいよね。俺思うもんね。本当って言うと。いや、だって本当バカがつく正直さな人しかいないんだって。俺今日喋ってたけどさ、いや、リーピーが違うだろ、今日座ったやつは。え、お前も終わったら終わった組やん。しかも井村翔もお前の嫌いだ。嫌いになったにしてください。なんでそこら会ってないだろ、過去形で。会いました。なんで最近ですかも。え、なんで。あのたまたま港区の方にいて、で河合さんと井村さんと社長もいたんですかね。なんか お酒飲んでたらしくて、あの時に河合さんが多分まあそろそろそんなあれしとっても感動じゃないみたいな感じで多分呼んでくれて喋りました、井村さんと。でもその時に井村さんにもちゃんと言いました、本当に嫌いでしたって。それは言いました。あ、でもなんかそういうのも、まあ、飲み込んでるくれたっていうか、まあ、出さんでないさ、それこそ低音だでな。そうです、受け止めて。あ、そうなんだみたいな。納得したかどうかもわからないよな。そうです、明るいだろ、明るいしろって顔見出さんから。でもあえて僕がよかったたのは良かったですね。それお前が良かったから、ね。まあそうですね。あいつの動き、これ？お、違う、こんなんじゃないって。こんなやつは全然倒せる。あんなもん本当にすごかったね。びっくりするよ。ちょっと本当に違う。あの編集さんに顔でかい。顔でかい。これですかって画像送ってるし。これです。これ、こんなでかってこの体が。こんなって本当こんなってこっちからこっちにこっちにこんなってジョガーって多分逃げたよ。はいはい、よかったピトッと止まってる。何や、怖い。飛行機本人目の前で嫌いって言ったんだ。飛行機嫌いって言ったんだ。俺もずっともう神経めちゃくちゃ張っとるんだよな。ポカショやるぞお前みたいな。
さっきからさ、なんか神谷、僕、なんか頼むとさ、俺も動画のネタっぽくさ、ちょっと、はい、あ、忘れた。どこですかね、もしかしたら。カメラ全然違う。やめてください、もう。じゃあもう。やめてください。近づいた方がこっちも喋りやすい。そうです。お前、低音ちゃうぞ、こっちは。超高音だぞ、これは。チンチンだぞ。もう近づけて。近づけば。自分が近づけば。会話の距離ってあるじゃん。ちなみにここ、物件いくらだと。もうこれで何です。寝るの？全部塗ります。え？マジ？この、普通のトイレだよ。これ前多分前回クリアの首用じゃないでしょ、あの白入っちゃう。この俺これが4つ、これが大変かもしれない。これ大変だよな。こんなちっちゃいのにお客さん、いやこんな、なんかペッ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 予算はどうぞ。あとも毎回現場。まあ一応合ってますよね。どれぐらいだと思う？行った方がいいぞ、言うもん。じゃあ意外とせっかくお前こんだけでいい仕事してくれとって、やっぱさ、人だから。これ俺サラリーマン病だと思うけど、うん、経営者ってやっぱこうやってやってくれる人が大事じゃん。だけど会社員ってさ、成績もあるじゃん。はい。俺の方もお客様ももちろん一生懸命向いてくれてるけど、俺の方もやっぱどうしても向かなかった仕事だから。はいはい、俺は別にいいんだよ、客にだけ喜んでればいいんだから。だけど営業さんって、営業マンってやっぱどうしても会社の評価とかもあるし、だから俺らは評価しんのもどんどんダメになってるから、はい、その方だけ向いてないわけじゃないから、はい、難しいと思う、答えてないと思うんだけど、こういう仕事をちゃんとやってくれる人でもいい人だと甘えて文句言ってくれる、売ってくる人を、はい、こういう案件やらせんや。あ、はい、はい、同じ、じゃあね、例えばまあこの物件が30、手間で30、材料抜きだよ、下塗りまで全部抜きだよ、うちはその30、まあ値段言っていいのかどうかな、まあ、仮に30だとして、だけどあれはいや、これは風だし、こうだしにくい、まあ、しても35にしてよとか言って毎回的で、あ、じゃあまあ34でとか、なんかまああるのでしょうけど、はい、でそういう人からやっぱサラリーマンって避けたくじゃんあるじゃん。嵐を避けたくじゃん、はい。俺は嵐を吹けって毎日思ってるけど、はい、吹け嵐よって。いかんかっこいいって思ってるけど、俺は常にゴルフクラブでずっと帰ってきたドライバーで、天どれとかでもうめちゃくちゃ毎日ジャンプしちゃうけど、みんなに来いって思ってるけど。でも会社員ってそうじゃん。そうですよね。争い避けるから、まあ、しょうがないよ、しょうがない。せっかくいい仕事をしてる。他の店舗だけど、以上に失った俺の最初頃からおる。No. めちゃくちゃよかったのに、やっぱそのなんか人がいいから、めちゃくちゃ真面目な、はい、わかりましたって、2つ返事でやっちゃうから、はい、溜め込んじゃってみたいな感じ。そうそうそう。見てたら、他の店舗で仕事待ってますんで、来てください。戻ってきてください。等しいぐらいだったらね、本当にもう。井原剛にの。だったらもうこれでも書いてくださいよとか。やっぱそこも経営者だから、そこも身につけてからね、お前も。イエスマンで。そうですよね、それは。ショーが悪い、いいが俺はどうかしらんけど、自分たちに実力がないから、こうパワーがこうなっちゃうと、こう、これは辛いじゃん。はい、こうだから、はい、人って合うじゃん。はい、だからこれ俺が毎日こうやってよ、毎日俺さ、もう壊れちゃうじゃん、はい。こうだから、やっぱどうしてもエネルギーが。だからこういうふうに自分が成長していけば、はい、いやいや、でも何々さ、こうじゃないですか。喧嘩じゃないよ、はいはい、提案できるじゃん、はい、俺も提案受けるやっぱりもう河合くんクラスは俺に提案してくるわけじゃん。じゃあもうこういうふうにしようか、よし分かるわ、よし喋ったまあこういうものも買ってきてなかったよ。はい、ちょっと最後いい話聞けたけど、まあこれからも力貸してください。お願いします。ありがとうございます。ちょっと今娘がっぽく感じてポイントあげに行っちゃった、すいません、主人さんこんなに逃げちゃったせーの、また見てねー、ちょっと好感度ね、ちょっと最後ちょっと今やりすぎたな動画っぽいなって今日もありがとうな。はい、で俺にも会うの気まずかった、気まずかったっすね。そう、今日会えてよかった、会えてよかったですまたこれいっぱい一面に来たるわ、ごめんな、ちょっと結構時間取っちゃった。あ、全然大丈夫です、ありがとう、またお願いします。お疲れ様でした。
週1回です。あ、そうじゃん、皆さん、それとさ別で、関東ちょっとバーンって貼ってあるわ。で、まあ、これは何っていうと、本当 SNS で、まあ本当にすごい人来るから、ライブコマースで、もう今から SNS じゃなくて、俺は SNS 派だで、SNS のこと、俺も喋るんだけど、SNS で、いろんな知らない人を集めるんじゃなくて、もうホームページに結局来訪者がおるんだから、そこに向けた動画を使って のコンテンツで、それで今何千万って契約もらっとるみたいな。あれコマさん。それで喋ってもらうんだわ。聞いてんの？リエピ。あ、聞いてます。うん。これ動画コミュニケーションだよね。あ、コミュニケーションです。だよね。俺一人で喋ってカメラスタンドなの？あ、いや、ちょっと。だったらいいよね。いや、今ちょっと。1800円で。いや、1800円。ビッグカメラで売っとるから。はい。っていうと、そのね、勉強会、マジで面白いから。ぜひ皆さん、まあまだ枠空いてるみたいなので。はい。以上になります。はい。せーの。せーの。また見てねー。使い物がないもリリエでした。何何